のんぼさんこんにちは。あ、どうも畑さん。シナリオを元に録画していこうかなって思ったんですけれども、そうなるとのんぼさんの脳が閉じられちゃって、じゃない、逆にのんぼさんの脳が動きすぎちゃって、考えすぎちゃって、でチャネリングできなくなっちゃったというえらい事態に今陥ってるんですよね初ですよね。なんか新しい事態でもう困っちゃったみたいな感じになってます今新しい事態というか、まあそれはそれでの気づきなので、こういう風になるんだ、面白いなっていう風に思ってるわけですけれども、この世でシナリオを持ってて、シナリオ通りにきちんと話をされて、あの時間通りにきちんとお話を終了されるチャネラーの方ってどうなのかしらってちょっと思っちゃいますね逆にそれは確かに思いますね、って言いますのも、チャネリングっていう言葉自体、自分がそのチャネラーとは自覚していないわけなんですけれども、ちっちゃい頃から気づいたらポコプンと会話してたわけですし、チャネリングの仕方っていうのもアップデートにアップデートが重なって、もう今となっては多くのチャネラーさんがするように、例えば言葉で質問して答えが返ってくるのを耳を澄ませて頭を澄ませて待つような、そんな感じじゃないんですよね。あの自分のやり方っていうのも変なんですけれども、質問をしたと同時にあたかもその答えっていうのがもともともう頭の中っていうか自分の中に入ってたような、そんな感覚でチャネリングっていうんですかね、あの行ってるわけなんですよ。でも今その状態がシャッターが 80% ぐらい閉まっちゃって、完全に閉まりきってるわけではないので、このシャッターガーって思いっきり開ければ開くんでしょうけれどもこう動画を始めまして、やっぱりちゃんと挨拶から始めて、お話がちゃんと終わったら、皆様ご視聴ありがとうございましたで終了させたいなって思ってたんですけど、多分私たちの場合もしかしたらそういう形で動画配信していくの無理かもしれませんねいや慣れもあると思うんですよ、私はサニワというのもさんとポコプンのメッセージを受け取る立場をさせていただいてて、やっぱりわかるんですよ。あ、今つながってらっしゃるなとか、あ、今あのシャッター降りてるなとか、そういうのはなんとなく感覚的にやっぱわかるようになってまして、つながってらっしゃるなっていう時は、あ、もうのもさんが話しているようにもちろん視聴者さんは見えるんですけれども、ポコプンとかタワがもうのんぼさんの意識の中にも入り込んじゃって、まるでのんぼさんが話しているかのように話している状態で、自然にどん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 違う方向に行って新しい情報が出てきてっていう風に流れが変わっていくんですよね。その情報っていうのが自分の持っている知識なのか、それとももうそこに自動書記じゃないですけれども中に入り込まれてなのか、そのエネルギーとして意識につながられて操作されているのか、ちょっとわからなくなるんですけれども、時々文章とかを書いてるじゃないですか、あのすごいスピードになってきて、ちょっと待って、ついていけないからちょっと待ってみたいな感じになる時もありますし、多分畑さんとしてはその話している内容からどん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 とポコプンが現れ、ターバが現れで追加されて、また違う情報が追加されて、で道がどんどんずれていくので、聞いててキリがないなって思われてるだろうなとはいつも思ってます。やっぱり私も慣れてきまして、最初の慣れなかった頃はね、やっぱりこう情報を伝えるにあたって起承転結というものが必要で前回におっしゃってたことと今回お伝えすることがすごくずれてると、どうやってお伝えしたらいいのだろうかとか、本当にそれつながってる情報なのとか、いろいろ考えてたんですけど、まあ今となったら神様は人間のそういった都合、起承転結とか、この間こう言ったからといってそうなるっていう約束とかは関係ないんだなっていうのも分かってきまして、その流れに合わせてやってるんですけれども、 YouTube を初めてご覧になってくださる方とか、ブログの読者さんとかもそうだと思うんですけれども、あれこの間これやるって言ってたのにいつになるの、こうするって言ってたのにやらないよねとかっていうこともすごく多いだろうなと思いますそれはありますねなのでその辺に関して申し訳ないなって思うんですけれども、前回お話したことをあの次回お伝えしますねって言ってしない、でも人間の自分としてはしなきゃ、でも神の方はタイミング的にまだなので下ろしてこないそうなった時に人間の自分がエゴで
無理やり答えを出してしまう、言ってしまう、伝えてしまうと、もうそれはアウトですね。ですので他の例えばチャネラーさんですとかヒーラーの方とか、あまりに辻褄が合いすぎていたりとか、人間に対して優しすぎると、おかしいなあ、そういうわけじゃないはずなのになあと思うときあります。思います。なんかここでこう言わせていただくのもなんなんですけど、例えばですね、いつも通りシャワー浴びてベッドに入りました、さあ寝ようかなっていう時にノーモさんからテキストが入って、今ポコプンが満月見てくださいって言ってますみたいな。ありますね。慌てて起きて、もうポコプンが言ってるから仕方ないやとかって思いながら外出て月の写真撮るとかですね、寝る前にフェイスブックでこのことをお伝えしなきゃなとか、そういう、はい、はい、ことはもう今までに何度もなので、もうポコプンはあ、もうそろそろ畑さん寝る頃だからこの情報は明日にしてあげようとか、この日の満月の情報だから3日前に出してあげようとか、そんな考慮は全くないですもんね。畑さんでしたら、え、どうしてですかってなるわけじゃないですか。なんでって。でも神の世界にはなんではないんですよ。こうしてって言ったらこうしてなんですね。で、そこでやっぱり人間としては、そうすることで何があるんですかとか、やっぱりどんどん知りたいじゃないですか。理解したいし。でも、はい、神の世界にはそんなことは全くない。読者さんから、それはどうしてですか、なんでですかとか聞かれても、お答えできないケースがたくさんありまして、なんでイコールエゴになるわけですね。知りたいっていうのは人間にしかないことなんです。人間の特徴はやっぱエゴがあること、顕在意識があることですよね。だからこそ知りたいっていうのはあると思うんですけれども、それはやっぱり神の世界にもない、動物の世界とか植物の世界とか鉱物の世界にもないことで、動物とかだって太陽とか月の光を浴びた方がいい時っていうのはやっぱり分かってて、その時は浴びに行きますよね。それと一緒で、神は今いい満月だから畑さん起こして浴びさせてっていうわけですよ。でそこでなんでってね言えないっていう。あ、私ももうなんかなんではもう聞いても無駄っていうのが分かってきたので、もうポコプンせめて6時間前に言ってよとかって思いながらはやってますけどね。もう慣れましたけれどもね。でも慣れましたね。神のそのやり方ですよね。そのいわゆる理不尽に見える、予定通りにいかないとか、逆にそれをずっとさせられていることにより考えなくなってきましたね。ポコプンがしたいのは人気を出したいからとかそういうんじゃなくて、本当の情報を出したいから、だからタイミングが合わない限りは出さない。聞かれますけどね、この間のことどうなりましたとか、この間の続きお話しくださいませんかとかって言われるんですが、情報が降りてないままに言ってしまうと自分のエゴで作り上げてしまう、いわゆる嘘を言うことになる。まあ多分ね、読者さんとか視聴者の方は満足いくと思います。でもそれはゴールではありませんのでね、正しい情報だけ、正しい神のタイミングで、人間のエゴでとか、そういう人間の都合に合わせてではなく、今後もお伝えしていけたらなっていうふうには思ってます。ポコプン的には真実の理解者を探してらっしゃるっていうことだったと思うんですけれども、聞いてくださってる中で伝えているままにずっと無条件で受け入れて理解してくださる方、そういった方が2人でも3人でもいれば、ポコプンももう喜んでます。もうそれがポコプンたちにとっての成功って言ってますよね。になります。はい、自分たちだけではなくね、世界中探せば地味に本当の活動されている方たちっていうのはちょこちょこいるわけですよね。本当の神に対する理解、本当のこの世の仕組みに対する理解、そういったものを理解してくれる方たちが少人数であれ、世界中のあちこちでポツリポツリと生まれれば、そこから広まっていくので、自分たちがやってる活動、その中で少人数でもいいので、そういったご理解がいただける方っていうのが生まれれば現れれば、もうポコプンたちにしてはもう万々歳大成功だっていうふうに言ってます。もうこれは個人的な旗のエゴだと思うんですけれども、やっぱりポコプンとかターワの情報って素晴らしいと思うんですね。で
私としてはやっぱり一人でも多くの方に知っていただきたいんです。まあそれもあってこの YouTube の Vlog を始めさせていただいたんですけれども、まあその中でも本当にね理解していただく方っていうのが少ないのかもしれませんけれども、やっぱりなるべくそのブログの世界以上に多くの人たちにポコプンターバの情報を知っていただきたいとは思っております。うん、そうですね、うん、なので、はい、あの形が変わっていくかもしれませんけれども、まあそれも神のエネルギーの流れなんだなぐらいに思っていただいて、末永くお付き合いいただければなと思っております。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。